マディソン軍はアメリカ合衆国ジョージア州に位置する軍である。2000年現在人口は25,730人である。ここの軍の軍庁所在地は W ・ダニューズビル・ジョージアである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積740平方キロメートルである。このうち735平方キロメートルが陸地で4平方キロメートルが 水地域である。総面積の零点五九パーセントが水地域となっている。二千年現在の国勢調査で、この群は人口万五千七百三十人、九千八百世帯、及び七千三百三十家族が暮らしている。人口密度は三十五平方キロメートルである。十四平方キロメートルの平均的な密度に一万五百二十軒の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人89.01%、アフリカン・アメリカン8.46%、先住民0.19%、アジア0.28%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種1.03%、および、根結0.99%である。ここの人口の1.97%はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は26.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.20%、25歳以上44歳以下が30.60%、45歳以上64歳以下が23.90%、および65歳以上が11.00%にわたっている。中央値年齢は36歳である。 女性100人ごとに対して男性は96.60人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.70人で、ある。この群内の世帯ごとの平均的な収入は36,347米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,189米ドルである。男性は31,324ベドルに対して、 女性は22,426米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は16,998米ドルである。人口の11.60%及び家族の9.20%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.00%及び65歳以上の16.50%は 貧困戦以下の生活を送っている。Find, a-county, National Association of Counties, http://www.naco.org/.counties/.pages/.fintacounty.aspx2011 <ッ><ッ>年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステ a t センサスビ s u s b http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。